ウィリアム・モリスによるデザインアカンサスは葉を表す装飾の中でも非常に一般的なものである。建築衣装の場合は地中海産のアカンサススピノザ種の葉が岩石や材木に彫刻される。アザミア・ポピー、パセリの葉に若干の類似点が見られる。コリント式の中東パラディオの建築4章よりアカンサスの装飾はコリント式やコンポジット式のオーダーの中東。 フリーズなど様々な部分に現れる。古代ギリシア文化がこの装飾の起源であり、渦を巻く葉の先端はローマ人によって磨きをかけられた。アカンサスのデザインの人気はビザンティン、ロマネスク、ゴシック建築の時期まで続き、ルネサンス期に復興、現在まで支持され続けている。アカンサスの装飾は建物内装のクラウンモールディングに用いられる。 中世やルネサンス期に、特に長祖や木彫り、フリーズにも用いられた。アカンサスの装飾と植物との関係は、長年論争の的となってきた。有名なものとしては、アロイス・リーグルが、辞書、美術様式論ステリフレイガンで、アカンサス装飾はもともとはパルメット、すなわち、線形の葉を持つヤシを彫刻したものとして始まり、 その後はカンサス・スピノザ種に似ているとされたに過ぎないと主張している。フィリッパ・ルイス・ギリアン・ダーリー、ディクショナリー・オブ・オーナメント・パンテオン、NY、ハット・エイ・リグル、TR、イーカイン、プロブレムズ・オブ・スタイル、ファウンデーションズ・フォー、A ・ヒストリー・オブ・オーナメント、187から206。ありがとうございます。